こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2020年の10月24日、25日に入って2時間経ってしまいましたけどもね、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は 11.38939 円ですね。はい、昨日から 2% 上がっています。しばらくこのところ11円前後でね、触れているというような状態で、16円の最近の高値から落ちてきたところを見てみますと、これ16円ですね。でこう抜けて、で8円台まで来たと。で3ゾーン作って今ここで揉んでいるので、次はね、どちらにこのレンジの上から、どちらに抜けていくかというところですね。はい、ではツイッターの方見に行きたいと思います。はい、まず体のネーションさんですね。ちょっと初めて、触れるような気がしますけど、10セントのエイダイズスティールということで、まあ、10セントにもう到達して超えたよって言ってると思うんですけどね。ちょっとスティールって意味が、いまいちよくわかんないですけど、シェア、We've all been around and seen、0.3 じゃなくて3セントですね。要は3円。エイダが3円だった時をみんな知ってるよね、ということですね。はい。で、その頃から見ると、Today's price は、エクスペンシブだと、もうだいぶ値上がってるで高いねと。今11円のあたりっていうのは、この3円の時に比べたらね、もう相当高いですね。4倍ですから。で、ズームアウト&プリペアフォーザロングゲームということで、ズームアウトしてね、長期に備えようと。ね、はい、ここのですね、3円のあたりから、まあ、2.5 円ぐらいからずっと上がってきてね、16円つけて、8円つけて今11円なんですけど、ここに来てしまってね、ここで買えなかったことを、嘆くのはわかるけども、もっとね、長いスパンで見ることによって、はい、いきなり月足に変えてしまいましたけどね、今の戻りが、今さっき見たのはここですね。2.5 円からこう上がってここ来てる。でこいつをもっと長いねスパンで見れば、もっとね、こういうふうに上がっていくと、こういう流れで見ていけば、まだね、まだ下の方ですよ、ということです。ね、ここからガーンとまだ上に行く余地がありますから、はい、引いてみれば、まだ問題ないでしょって言ってると思いますね。はい、全部読む前に想像で喋ってしまいますけど、As more and more people are introduced to crypto、そうですね、これからね、いろんな人が、暗号通貨の世界にどんどん、入ってくると。言うと、まあ、円台にももちろん入ってくると。言うと、ゼウルキクゼンセブルスと。自分たちを蹴るよと。自分を後悔して自分を蹴ってしまう。で、ノットファインディングカルダの進んだと。カルダの見つけられなかったことをね、今に後悔するよということですね。はい。そう願いたいものですね。はい。いつもそう思いながらね、私はチャート見てるんですけど、この方も同じ考えでよかったなと思います。はい、そこでですね、チャールズ・ホスキンソンという方がツイートされてます。グラッツ・キャタリスト・イン・ザ・プレイストア。プレイストアというのは、Google プレイストアで、Android のパソコンを使ってると、なんだろう、アプリをね、落としてきて、アプリのストアと、ですよね。アプリ、そうですね。iPhone だと、App Store か。はい。で、そこで、アプリを落とすと、んだからので、You can vote with your phone と、あなたの携帯で、vote、投票ができるよということだと思いますね。ちょっと私、Android ないので、確かめられないんですけど、about this app、このアプリについて、this app allows ADA holders と、to vote proposal to develop card のエコシステムと。そうですね、体のエコシステムの開発において、提案ができますよと、提案に投票ができますよと。このアプリでということですね。はい。これって結構すごいことですよね。まだ10分しか経ってないので、リツイートとかあんまりされてないと思うんですけど、これからどんどん話題になってこればいいなと思いますね。はい。すごいと思いますよ。はい。で、先ほどのね、3円から11円に上がって、もっと長期で見ればという話がありましたけど、それに関して、バイナンスが日本向けサービスをまた始めたようなことが書いてるので、ちょっと見てみたいと思いますね。はい。バイナンス日本での動き。事実上日本市場を撤退したと見られた暗号資産。
取引所バイナンスが日本語と英語に精通するカスタマーサポートスペシャリストの求人を新たに出していることが分かった。バイナンスの求職ページの計算によると、募集しているのはフルタイムとしてオンサイトもしくはリモートで勤務できる従業員だと。応募の条件は日時に精通すること、カスタマーサービスの経験と高いコミュニケーション能力など。取引所のユーザーからは問い合わせやカスタマーサービスのオンラインチャットに対応することが主な職務になるとしているということですね。で、バイナンスは数年前、日本語のサービスを展開を行っていましたが、2018年に資金決済に基づく交換業を取るを行わず、日本居住者向けに無許可営業を行ったとして、金融庁が警告を発出。それを受け、バイナンス側は日本市場から撤退し、日本語サービスも一時的に中止したと。しかし、数ヶ月前から再びホームページに日本語選択肢を再び追加。今も日本語でサービスを利用することができる状況が続いていると。日本の動向で注目されたのは、今年1月に国内暗号資産取引所タオタオと戦略的提携について交渉を開始するとの発表があったが、10月5日に日本市場における戦略的提携に向けた交渉の終了を発表し、交渉が欠落したことを明らかになっていると。はあ、欠落したことはここでは、お伝えしてないですね。タオタオと提携したことは、この時伝えましたけど、交渉終了となった理由など詳細は明らかにされていませんが、いまだ日本語に対応していることや、今回日本語できるカスタマーサービススタッフを募集することから、新たに日本市場のシェア拡大を狙っている可能性が指摘されているということで、バイナンスが、ね、日本語をまた、使うようになってくると、日本人が A だとかね、コインチェックとかビットフライヤーで買えない仮想通貨を買いに行く人が増えたりすると思うので、そう考えると、クリプトにね、どんどん人が入ってきて、で、当然、エーダにも人が入ってきて、で、さっきのツイートみたいに、中長期でね、どんどん、そこを固めて上がっていくというような形になっていくんじゃないかなということで、まあ、ファンダメンタルとしてはね、いい情報だったかなと思いますね。はい、では値段に戻りまして、11.42 円ですね。あ、さっき3円だ、11.3 だったのに、また上がってますね。はい、だから先ほど言うように、ここら辺で買えなかったからといって、まだね、これ1年半、あ、2年ぐらいか、2年ぐらいで見た感じはこうですけど、もっとね、長いスパンで見れば、もっとこうなりますから、ね、分かりませんけど、だから、ここでね、買おうが、ここで買おうが、底値ですよという感覚でいるといいかなと思いますね。はい、11.42 です。14,012.9×11.42 ですね。で、元本が10万円ですので、よいしょ、6万飛んで、27円のプラスということになります。はい、60.0% のプラスですね。はい、今日もご視聴ありがとうございます。失礼いたします。